綺麗。最高やん。ありがとうございます。乾杯。うわ。今までこれと焼き鍋で一番うまい。マジっすか。嬉しい。大丈夫。じゃあ乾杯。うわ。でもすっごく仲良しなように見えるんですよ、テレビで見てると。引きずって何かあります？戦いやったな、朝飯。戦いでしたね。すっごい難しいな。むずいな、これ。むずいですね。傷ついちゃう な, なんかこう綺麗に綺麗に取れないですね。Stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. あ、もう卵とパン粉だけなんですか？そう。Let me figure out where the road goes. Even if I'm falling down. 寿司揚げ。キャンプで串揚げ初めてだね。初めて。これ揚げながら飲むとうまいよ。めっちゃ楽しそうですね。一回これね、やりたいっていう話してたよね。うん。これは本当おすすめ。アローン会でやってましたもんね。そう。これは本当おすすめよ。意外とやってる人いないかも、あんまり。そうやね。あんまり、うん、揚げ物ってやっぱこう油の処理。そうですね。ちょっと。でも案外あの、油捨て袋みたいなのがあって。ああ、買ってましたよね。へえ。うまい。ごパン粉。おお。卵とパン粉だけでいいんだ。まああの衣が剥がれなから剥がれなければ別に。なるほど。もうちょっとしっかりさせた方がいいかもしれない。うん。じゃあここで、うん、あ、いいかも、あ、いい、いい、あ、いいね、使った、うまそう、うん、すぐに焼酎、うん、うん、うまい、あ、うまい、うん、言葉が出ない。カキフライいっちゃうかな、俺。いけます？うお絶対うまいよな。Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. 暑いよ。Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. めっちゃうまい。嘘。やばい。やばいよね、多分。うわ。うまい。やばい。うまい。めちゃくちゃ美味しい。うまい。うん。ナス美味しい。ちびちびちょっとずつ食べながら酒やばいっすね。やばい、これ永遠にいけるやつだね。これ永遠にいけるのよ。永遠ですねこれ。これマジでいいですね。うま。やろう。徳井さんとバターさんの出会いってどんな感じなんだったんですか？俺とバターは、はい、もともと小沢、うんうん、はい、小沢とそうスピードワゴンと一緒にバターが仕事してて、うんうん、で小沢からのバターみたいな。へえ。ほんで俺が、あ、そうや、某事件で、はい、ずっと家にいる時にもうずっとバターとウォーキングしてたの。毎日のようにウォーキング。仲良し。ウォーキング。まあでも家にずっといたらあれですもんね。そう、昼はウォーキングして、はい、夜は
あのネットのゲームをオンラインゲームをするっていう。めっちゃ仲良しじゃん。四六時中一緒。じゃあそこでぐっと縮まったみたいな。マジで毎日でしたよね。マジで毎日だった。あのことがあって、なかったらこういうことにはなってないじゃないですか。今キャンプとか。そうやな。それってどう思う、どうな考えます？なんだろう。まあ、結果論だけど、今となってはすごいプライベートを充実して。結果的には、正直まあ迷惑とかかけた人もいるから、そういう人にはほんまに申し訳ないけど、結果的にはなんか。ちょっと良かったなっていうところもある、ね、なんか、うん、なんかこうしたかったこともやっぱできひんかったから、どうしても時間なくて、ほんま休みなかったですもんね、常にテレビでしたもんね。そう、常に出てた。見てて YouTube とか見てるとすごく楽しそうで、でもあのまま行ってたらこういうことはこの徳井さん見れなかったんだろうなと思うと、どね、本当に面白いですよね。もう仕事しかしてない、まあ、結構そうですよね。ほんまにさ、芸能人って、はい、忙しい人っても家と仕事場の往復でなんかテレビ見ててさ、ワイワイやってるやけど、はい、でもそれってただスタジオの中だけで、はい、で本番始まってわーってやって、じゃあお疲れしたりわーってもう解散するだけやから、はいはい、で家帰るやん。ほんまな、なんか世間のことがわからなくなってきたりとか、なんか自分の番組に出てて、はい、VTR でなんかいろんな人出てるとか、どっかのアウトレットにロケ行ってるのを見るとか、はい、では知ってるけど、はい、実際自分がアウトレット行ってなんか買い物しに今日は行こうとかいう時間はないわけよ、はい、だから普通の仕事してる人の方が全然ちゃんと休みがあるから、そうですね、キャンプ行ったり旅行行ったりとかするやんか、うん、はい、できます。でも芸能人はなんかちっちゃい窓からしか見てないの。なるほど、華やかに見えて、そう、全然、まあ、意外と世界が、まあ、特に俺とか割とプライベートが地味な人やったから、はい、飲みに行くとかもあんまなかったし、はい、そんなに好きじゃないからってなったら、もうテレビ局と家、劇場と家、もうずっと往復。そうですよね、すごい世界だよね。すごい世界ですね。でもある意味本当にそういうことがなかったら今もその感じだったって。今もその感じよ、もう。そうですよね。これはもう無理よ、逃れられへんもん、なんかすごい無駄なことって起きないなと思いますよね。そう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 、本当に、まあそれを無駄にしてないからだけど、徳井さんが、うん、そうね、徳井さんだってマックスいかついぐらい忙しかった時、あの M1 優勝した後みたいな時は、うん、休みが全然なかったみたいなお話ししましたよ、うん、年休み年2やった。年2、うん、休み年2やばくない？すごいですね。それがマックスやったな。そういうのってどういう感じなんですか？もう全然嬉しいというか、そんだけ休みないの。でも仕事好きやから、そんなになんか、そうやな、30代後半ぐらいまではなんか基本的には別に毎日仕事でも別に平気やったの、仕事が一番好きやから、目標っていうものをなんかちょっと見失いかけた時に、そういうのがないまま毎日のように働いて、意味のある働き方やったら別にええねん、全然ええねんけど、忙しくても、なんか迷いながら働くのって どうなんやろって思い出した時にちょっとしんどかったかな。なるほど。You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. コーヒーもしかしたらちょっと冷めたかも。ありがとうございます。すげえ温かくて嬉しい。ありがとうございます。いいんですか？ありがとうございます。すげえ締めます。クラムチャウダー、クラムチャウダー、緑色、すごい美味しい。あ、美味しい、美味しいです。よかった。うま、美味しい、うん、美味しい、うま、うまい、あめっちゃ美味しいよね。うまそう、あったか。徳井さんに聞きたいこともう一個あって、すごい質問攻めで申し訳ないですけど。あ、いいよ、全然いいよ。で、福田さんと徳井さんも幼稚園時代とかからの幼馴染じゃないですか、でもすっごく仲良しなように見えるんです、テレビで見てると、
秘訣って何かあります？こういう。すっごく仲良しじゃないよ。そうなんですか？なんかチュートリアルってすごい仲がいいイメージが。うん、でも、いい関係ですよね、だとって。こんな。いや、仲悪くはないじゃないですか。まあまあ、悪くはない、別に。ああ、それがすごくないですか？だってこんだけ長くやってて。もともとは友達だったわけで、うん、それがそういうビジネスパートナーになって、どういうことなんか気をつけてるとかあります？なんか、気をつけてるとかはないけど、もともとめちゃくちゃ仲良かって、うん、で仕事のパートナーになってもう仲いいとか悪いとかじゃないわけよ、うん、でもまあほんまに喧嘩して解散まで行く人もいれば行きますよね。そう、解散はまでは行かへんけどほんまに修復できひんぐらい仲悪くて一切喋らへんみたいな人もいるから。そうですよね。その人らみたいなことはないけど、はい、なんか仲いい悪いの問題じゃなくなってきて、どっちにしろずっと一緒におらなあかんし。あ、でとはいえなんかそれこそなんか M1 の後とかのあたりとかで、はい、なんか東京出てきていろんな番組で今までやったことない仕事とかもいっぱいやって、でその中で2人でどうやって出るかとか、はい、でやっぱお互いこうもっといけやとかさ、なんで今のもう無理からでも突っ込んでくれやとかいろいろあるわけよ、お互い、きっと。ってなるとだんだんギスギスしてくんねんけど、はい、イライラもしてくるし、はい、でも俺はもうどっかの段階でもう求めないでおこうっていう風にしたというか、福田さんにさ、あんまりこう求めすぎないというか、なんか求めるとさ、はい、やっぱりもっとああせえやって思っちゃうから。そうですね。もう、うん、もう基本求めない。ああ、なるほどなるほど。その正解を作らないみたいな感じですね。うん、うん、っていう風にしてからだいぶ気が楽になったっていうか、うんうん、なるほど。やっぱいろいろ思うことありそうですもんね、やっぱり。ああ、どこのコンビもあると思う。そうですよね、きっと。で、なんか2人のこう利益が一緒のとこに向かっていってるやんか、うんうんうん、だから自分がやることやらんと向こう困るし、向こうやることやらへんとこっち困るから、はいはいはい、このもう運命共同体になっちゃってるがゆえにムカつくことやっぱあるわけ、うんうん、なるほど、うん、自分の運命かかってるからこそムカつくことありますよね。でだけどもう求めずやっていこうってどっかで割り切ったらなんかだいぶ楽になったから、そこはもしかしたら夫婦の人もちょっと奥さんに求めすぎない、旦那さんに求めすぎないっていうのはなんか流用できるかもしれないな。そうですね、期待してるからがっかりしますもんね、うん。やばいね今日。やばかった。多分普通にマイナス8度とかそのぐらい、7度とかあるね。えぐい。外やばい。あー、でも楽しかった。やばい。ふとした時にさ、福井さんとキャンプしてるんだって思う瞬間が何回かあるけど。そう。なんか変な感じだね。うん。明日も早く起きよう。よし。おやすみ。おやすみ。天気も最高。テント畳んで湖のそばでね、お昼ご飯食べようとしたんですけど、風がめっちゃ出てきちゃって、今から2台のハイエースを風よけに使おう作戦をしております。
めちゃくちゃ綺麗。なるほど。気をつけて。よくわからんね。よく微妙な。いいですか、うん、よかった、うん、美味しい、うまい、おいしい、うまい、うん、よかった、よかった、うまい、待って、あといいよ、こんなことならテント残しておけばよかったな。ありがとうございます。じゃあちょっとだけ、はい、うん、おいしい。なんかカルボナーラ感がある。はい、戦いやったな、朝飯。戦いでしたね。本当に。第2回徳井さんとのキャンプ終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったわ。ね、今朝はね、本当に気温が寒くてさ、そう風がめちゃくちゃ強くて、もう本当撮影どころじゃなくて、そう、あの帰りもバタバタだったので、うん、うまく撮影はできなかったんですけど、本当にめちゃくちゃ楽しかったです。いや特にさ、昨日の夜はもう後半3時間ぐらいさ、お互いカメラ切ってさ、一生喋ってたよね。そう、前回よりもね、緊張せずね、徳井さんといろんな話ができたので、うん、あのとっても楽しいキャンプでした。いやー、よかったな。夜めっちゃ楽しかった、ね、すっげー飲んじゃったもん俺。めっちゃ飲んでたよね。めちゃくちゃ飲んじゃった、本当に。夜はいっぱいお酒飲んだ、うん、これもね、ゴードンミラーが繋いでくれた縁なんですけど、そうまたこれからもね、何かあったら一緒にキャンプしたりとか、一緒にイベントしたりとか、徳井さんと楽しいことできたらいいなと思います。本当にね、こういう貴重な経験をくれた徳井さんとバターさんには本当に心から感謝したいと思います。ありがとうございます。はい、ということでまた気持ち切り替えて、あの楽しく頑張って YouTube やっていきたいと思います。はい、もうね、旅再開しますのでね、はい、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。